こんにちは、ココです。今回はボルトに乗っても独身を貫く不遇の美女テンテンの結婚相手について考察していきたいと思います。テンテンってナルト時代から可愛かったのに活躍の機会がほとんどなかった上、恋愛フラグも全然立ちませんでしたよね。みんなが続々結婚する中でも相変わらず未婚。でも実はファン界隈ではテンテンの結婚相手はリーでバツイチなんじゃという噂がまことしやかにささやかれているんです。そこで今回はテンテンが結婚するとしたら相手は誰になるのか予想したいと思います。ネットの噂の出所や真意についても調べてみたのでお見逃しなく。ボルト時代のテンテンってどんな感じ？ボルトは第四次忍界大戦から16年後の話なので、テンテンは立派なアラサー。もともと暗鬼使いだったこともあり、この葉隠れの里に忍具屋を開いて切り盛りしています。第四次忍界大戦の時に拾った陸道仙人の宝具も店内に飾られていて、テンテンが戦場で拾ったままちゃっかりもらっていたことが判明しました。ちなみに大きな戦争がなくなったため忍具の需要も減って店は暇な様子。全く売れないなぁとため息をつきながら営業しているようです。それでも店が潰れないのはテンテンが未だ忍びとして現役だからだと思われます。ボルトが中忍試験に挑んだ時、テンテンもモニタールームで監視していました。なお、ボルトがルール違反の科学人形を使った時に全く気づかず、さすがほかげの息子とか言ってます。忍びとしてもなまりまくってるみたいでますます心配ですね。テンテンの結婚相手候補、アブラベン・シノ。シノは彼女もおらず完全フリーでかなり狙い目です。ボルトでは忍者アカデミーの担任を務めているので、仕事が安定している上に危険にさらされる機会も少ないと思われます。チームネイトのネジを対戦で失っているテンテンにとってこれは大きなプラスじゃないでしょうか。さらにシノは里の名門アブラメン一族の忍び、暗部に所属する親戚も多く実家が太そうです。シノとテンテンは作中の絡みはありませんが、真面目で物静かなシノはテンテンにぴったりな相手と言えます。なぜならいちいちテンテンがツッコミを入れる必要がないからです。コミックスでは無限ツッコミにかけられたテンテンが、D とガイの熱血コンビがクールになってもうツッコまなくていいんだと安堵している様子が描かれていました。熱血コンビのせいでツッコミ疲れを感じているテンテンにはツッコミどころがないシノはちょうどいい相手かもしれません。犬塚キバ。キバは猫バーの孫娘、玉木に一目惚れして付き合っている風ではありますが、結婚はまだしていないようです。ちなみに玉木とデートしている時、7代目ほかでは降りたのさ自らなと自称していました。アラサーになってもこの主張を続けられるキバのメンタルすごくないですか。本編ではキバとテンテンの直接的な絡みはありませんでしたが、キバが玉木に振られて一人身仲間のテンテンに慰めてもらうという展開があり得る気がします。実際キバは玉木にベタベレしているものの、玉木は元はサスケのことが好きでした。サスケとキバ全くタイプが違いますよね。キバの家も結構有名な一族ですし、キバは刑務部に所属していて安定した仕事、さらに人間のトップブリーダーとしても有名で CM に出演しているほどです。自意識過剰なところに目をつぶれば有料物件といっても差し支えないでしょう。マイトガイ。ガイは担当上人としてテンテンのことも指導していたはずなので、テンテンとの交流は深いです。さらにガイはボルト時代になっても独身。第四次忍界大戦で八門遁甲の陣を使った反動で車椅子生活になっているものの、下人相手に訓練できるほどに回復しています。結婚生活を送るのに問題ないはずです。ただしガイとテンテンが結婚するにはネックになる点が2つあります。それは年齢と性格です。まず年齢について、テンテンとガイの年の差は13歳、ボルト時点でガイはすでに荒すぎです。価値観とかいろいろ合わなそうですね。さらに性格の違いも大きく、熱血で熱苦しいガイに対してテンテンは常識人。ツッコミどころしかないガイとの結婚生活はテンテンには結構きつそうです。作中での絡みは多いものの、こうした点を考えるとテンテンとガイのカップルはちょっと難しいかもしれませんね。ロックリー。やっぱり本命はこの人。リーとテンテンは同じガイ班のメンバーで、下人の頃から一緒に任務に取り組んできました。その間に恋心が芽生えても不思議ではありません。もともとリーはサクラのことが好きでしたが、サクラがサスケと結婚している以上リーも諦めざるを得ません。そんな時一番近くで慰めてくれたのがテンテン。またリーはメタルリーという息子がいるため、奥さんがいる、もしくはいたことは確定しています。さらにメタルの釣り目気味な目元、テンテンにそっくりじゃないですか。このことからメタルリーのキャラデータが公開されてからずっとテンテンがリーの結婚相手なんじゃないかと噂されていました。テンテンの結婚相手の真相は、いつものようにネットサーフィンしていたココはある衝撃的な画像を見つけてしまいました。それはテンテンとリーが離婚している元夫婦と書かれた人物相関図です。
みんな幸せな家庭を築いているのに、テンテンだけバツイチなんてかわいそうすぎます。ただでさえ影薄かったのに、離婚しているせいでボルトでまで出番がなくなるなんてあまりに不遇。テンテンが哀れすぎて現実を受け入れられなかったココは、情報の発信元をたどりました。その発信元は海外のアニメ情報メディア。例の人物相関図はアニメボルトの制作スタジオの特集記事の中にあるスタジオ室内の写真に写り込んでいたものでした。元画像にはボルトの相関図2017年1月24日と名前が付けられています。ボルトのアニメが始まったのは2017年4月5日なので、出回った画像はアニメ早々前に作成されたもののはず。実際公式にはメタルの母親は不明ということになっていますし、岸影も全く決めてないと言っていました。そのため D、テンテン離婚説はアニメ放送前に亡くなった設定と考えられます。ただし D とテンテンが離婚した設定にされかけたのには理由があるはず。ついでになぜテンテンが離婚したことになったのかを考察してみたいと思います。テンテンはなぜ離婚した？ここからはテンテンが D と離婚していたと仮定して考察していきましょう。テンテンが離婚した理由として考えられるのは2つです。まず1つ目は純粋に D と性格が合わなかったという説。同じ班でずっと一緒に過ごしていたといえど、 D の性格は癖が強すぎます。毎秒ツッコミ入れないといけない生活に嫌気がさしてもおかしくないですよね。結婚相手がおらず、同じ班の D はちょうどいい結婚相手だったものの、性格や価値観は控えめに言って全く合わなかったんじゃないでしょうか。そして2つ目はテンテンはもともとネジのことが好きだったという説です。もともと破天荒すぎるガイア D に振り回されていた常識人コンビがネジとテンテン。テンテンが気があるとすれば D よりネジだったことは間違いないと思います。しかしネジは第四次忍界大戦でナルトとヒナタを守って戦死、仲間たちが次々結婚して焦ったテンテンは気心の知れた D と結婚したものの、やっぱりネジへの恋心を忘れられなかったのかもしれません。またテンテンは他の仲間たちより離婚されやすいという事情があります。テンテンと D は父系の木の葉には珍しく、どちらも血系限界を持つ家系ではありません。子供に送電の術を教えるみたいなことが必要ないので、離婚しても他の由緒正しい一族よりは後腐れがないんです。メタルがリーに育てられているのはアンヒル界より八門遁甲使いの方が人気出そうだからという大人の事情じゃないかなって思います。まとめ以上、テンテンの結婚相手と離婚理由の考察でした。リーと離婚しているという情報もありますが、信憑性は微妙なところ。今後テンテンが結婚する展開もあるかもしれません。それにしてもテンテン独身だし店は繁盛しないし、忍びとしても微妙な役回りで、ボルトになっても扱いがかなり悲惨です。ボルトスタッフさん、何とぞテンテンに見せ場を作ってあげて。ちなみにカカシ先生も独身ですが、小説版でヒョウトン使いの女性といい感じということが明らかになっているので、今回は結婚相手候補から除外しました。皆さんはテンテンの結婚相手誰がいいですか？コメントお待ちしてます。